こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、サンバキック、まあ要は足のダブルの、練習に非常にもってこいなので、サンバキックについて、まあサンバのバトゥカーラーまで叩けるようにしたいんですけど、始めていきたいと思いますね。サンバキックですね、まずヒールアップとヒールダウンってやつですね。これの紹介と、スライド奏法、僕はスライドを使ってるんですけど、高速化する仕組み、そして、ハイハットとバスドラとのこの関係ね。それと、まあ、バトゥカーダのリズムっていうやつと、ヒールダウンっていうのをやっていきたいと思うんですが、始めていきたいと思います。まずヒールアップとヒールダウンの違いですね。ヒールっていうのはまあかかとのことなんで、かかとが上がった状態で踏んでるやつ、まあ、ロックの場合なんかはこういうヒールアップで、ヒールダウンっていうのはかかとをこう下ろしたままこうやって叩くやつね。ジャズなんかはこっちを使いますが、これだと全然ロックだと音量足りないんで、音量はもう。バスドラここ、僕の先輩とかでハードロックやってると、ここですね、このビーターのここが、まあ演奏中に4、5本もう曲がって使えなくなるとか、まあ、ここのプレートが割れるっていう、それぐらい踏むんですけど、まあそういった、ヒールアップの方は音量を重視した時によく使います。で、スライド奏法が高速化する仕組みっていうのは、僕はこのスライドっていうのこの A と B ね、でこのここのこれが例えば上プレートを真上から見た場合、まあその時は、プレートを真上から見るとちょっと見えないかもしれないですけど、足の方ね、でその前の方を踏むのが A で、その時はかかとを、こうで、手前をこう、要はこれが A ね、先にその下の方をやったんですけど、動きとしては2つ打ちの時には必ず B がここに来ると。で、B はすごい手前に、この A と B の距離が長い方が音量を稼げるんです。なんでかっていうと、このビーターが返ってくるんですね。ここまで返ってきてるでしょ。これ短いと、だから音量を抑えたい時はこの距離を短くすれば。いうふうに調整します。というのがこの、スライドがの奏法ですね。で、スライドって擦るイメージなんですけど、名前からはね、擦らないです。 B を踏んで踏み替えてここを踏む感じなのね。で、その時に、いわゆるその、膝がですね、要は B を踏んでる時と A を踏んでる時に、このかかとの部分のこの、距離を、持つことによって、この太ももの体重を乗せたいわけでしょ。この太ももの体重が2回上げ下げすると高速化しないんですよ。この重さを2回上げなきゃいけないからね。だから、この太ももが1回落ちる間に、こうかかとを上げて1回踏んどいて、この距離でもう1回太ももの重みをドンと落とすわけです。で、スライドしてると、バストラのここの足自体は1回しか落ちないのね。で、よくみんななりがちなのが、この B にいる時に結構もう次 A 行きたいから、あんま体重かけないんだけど、しっかりかけきる。あとはその移動する速度だけ速くすれば必ず速くなるんで。というふうに練習します。これがね、だからスライド奏法が高速化する仕組みというのは、基本的にはこの太ももを1回しか落とさずに、かかとの部分までの位置エネルギーを使って2回太ももの重みを乗せるという、そこがポイントですね。で、まあそれの練習はいろんな練習があるんだけど、要はこのスルドのリズムってやつね。このスルドの動きがこのバスドラのサンバキックって言って、このカってやつね、ここの部分をハイハットが踏みたいと。そうするとハイハット踏んで音が鳴ったらすぐ B に移動して、で A に行くと。で、踏めば早くできます。で、これの練習をするときに、まずはリズムとしてはですね、まあいろんな僕のソロの、サンバキックのソロの練習の、ビデオを出してますけど、あれ見てもらえばいろいろできるんですけど、まずはリズムパターンね。で、リズムパターンはこのバトゥカーダーっていうのが、こういう
う感じのリズム、要はサンバの、あのそのリオのカーニバルとかの時のねリズムパターン、これをやりたい。これでスニアのまあ、これをね覚えればね非常にいいかなと思うん でまずそうするとスニアの位置、要は手の位置とこのこれを覚えなきゃいけない。最初1個目は右手と右足、左手、ハイハットと右手でバスドラムと左手、スニアのいろいろこうアクセントとかつけると非常にこうバリエーションができた感じがするけど、要はまず縦で合わせなきゃいけないのでしっかり縦で合わせて練習しましょう。とこれができたらアクセントを入れていきます。そうするとさっきやったみたいに最初のここね、これリピートしたときはここバスドラでフロアでいいかなと思います。チャクチカチクチャクチクチャクドドドドタチカチクチャクチクチャクドドドドドっていうのがこのバトカーザの基本になるんですね。これの形じゃないとなんかよく僕はこれなんかいろいろ書いてあったんで僕よく使ってたんですけど、サンバやってる人すごく言われて、これはサンバのフィールじゃ全然ないから、これ合わないからって言われて、要はダンスカスクチャスクチャッショトトトトンっていうこうなんかこうこっから来る感じなのにタンタントンタンタンタトンってやられちゃうとすごいこうまあ興ざめすると言われましたね。なかなかねこういうこう向こうに行くことないですからね、その感覚ですね。でこのリズムパターンの感じはしっかり覚えます。これ全部スニアでもっていう風に、まあ最初フロアでやってるとこのスニアだけでもフィールができるんですが、今みたいにタッチキャスクチャクチクチャクドドドドドンっていうのがすごい大事だっていうことですね。バトカーダのリズムぜひ練習してください。ティールダウンはですね、まあ基本貧乏ゆすりなんですね。で このスネの筋肉が結構凝ります。なんかここ痛くなるけどどうですかって、みんな痛くなります。ここの筋肉なんて普段使わないんで、だけどここでこう貧乏ゆすりするのね、こういう感じ。でも早すぎるとちょっとスライド入れて、ヒールアップ気味になるんですけど、早いとね、もうここだけだとちょっと辛いんで、こうちょっとこう押す感じにすると早くなりますが、まあこれはもう慣れです。これぐらいのテンポででもジャズで、まあほぼほぼアップライトベースなんかのね生音なんかでやろうと思うと、ヒールアップでやると到底もう音量が勝ちすぎちゃうんで、もうヒールダウンでいかに音量を抑えて揃えるかってことを考えるんで、まあここを貧乏ゆすりのこのここの筋肉鍛えるしかないですね。これ何回もやるしかないと思います。はい、さて慣れると超高速で音が揃うので、頑張りましょうということでね、まあこのスライドの感じが慣れると、まあだからこのヒールダウンのスライドってほとんどスライドってちょっと擦ってるイメージ、ちょっと上げてやっぱりずらしてるイメージかな。にしてもまあこうヒールアップだとそんなに大変じゃなく、なんか結構長い時間踏んでられるんですけど、これはもう脱力の問題ですね。慣れでいかに脱力できるかだと思いますので、慣れると超高速で音が揃うので頑張って練習してみてください。本日は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。